しようぜ。たまには青空弁当もいいもんだ。気持ちいい。俺の名前は下田、32歳の会社員だ。俺の趣味は人間観察だ。電車の中、人混みの中、面白そうな人を見るとついつい目で追ってしまう。今日もそうだった。あれ、なんだあの人。ふーふーふーる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 ー、愛はかつー。昼間からお酒片手にホームレスかな。わー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 、強烈だ。どうやったらああいう人になれるんだろう。世の中には面白い人がいるよな。平日の昼間に公園に来ているのは親子連れか公園で寝泊まりするような人たちくらいだ。俺みたいな会社員は珍しい。にしても存在感すごいな。この日から俺はこの公園でちょいちょいワンカップおじさんを見かけることになる。うわぁ、忙しい忙しい。忙しいってことは会社が儲かってるってことだ。頑張ろう。先輩のんきすぎ。なあ、もう急いで商談資料まとめないと。商談まとめて出世して稼ぎまくってファイヤー。そんなの一握りじゃないですか。いや、どうせならそのくらい思ってないとね。頑張ってれば誰かが見ててくれるよ。そうですかね。お天道様が見てくれているというのはうちのおばあちゃんの口癖でもあった。誰が見ていなくても人の道を外れることをしちゃいけないし、困っている人には手を差し伸べる。良い行いはその人に返ってくるって話だ。上を向いて歩こうと。あった。あ、ガチャン。大丈夫ですか。いや、すまんすまん、ちょっとつまずいちゃって。あ、いや、これよかったら使ってください。おいおい、いいよ、大丈夫だから。でも汚れちゃいますよ。全然大丈夫ですから。いやいや、大丈夫だって。あの、気にしなくて大丈夫です、本当にね。あ、君は面白い青年だな。え、こんなおじさんに優しくしてくれるなんて嬉しいね。この日以来、そのおじさんは俺に声をかけてくれるようになった。全くもって謎の人物だと思っていたのだが、話してみれば普通の気のいいおじさんだ。いつもこの時間にいるね。会社の昼休みなんです。そうかそうか、お仕事とはご苦労なこった。おじさんは何やってる人なんですか。俺、見ての通りさ。謎だ。若い頃は仕事を頑張った時もあったけどね、もういいやって思ってね。へえ。これでもね、営業やってたんだよ。毎日車で走り回ってね、年末って言うと会社のタオル持って片っ端から挨拶に行ったもんだ。まあ得意先の農会に顔出して飲みたかっただけなんだけど。いいな、我が家ってのはな。おじさん、おいくつなんですか。68だよ。まだまだお若いですよ。バカ言え、もう棺桶に片足突っ込んでるようなもんさ。全然お元気じゃないですか。いやいや、若いもんにはかなわないよ。俺は酒飲むのが仕事みたいなもんさ。素性は全くわからないけど、のびのび生きているんだろうなと思う。お酒を片手に毎日ふわふわ暮らす、ある意味理想の暮らし方だとすら思う。実はすごい人だったりして。あ、いけねえ、ちょっくら寄るところがあったんだよ。またな。はい。よし、午後もバリバリやるぞ。ああ、ごめん、まだ休み時間だったな。いや、真面目ですね。俺さ、ちょっと目指すものができてさ、昼間からお酒片手にプラプラしたいなと思って。不真面目ですね。
不思議なもんだが、公園であのおじさんと話すたびに、俺はおじさんのことをかっこいいと思うようになっていた。ひょうひょうとしていて、それでいて変にかっこつけたりしない。明るくていつもニコニコしている。こんな人が上司だったらきっと毎日面白いだろうなと思うのだ。兄ちゃんはさ、なんで働いてるの？え？そりゃ働かないとお金にならないですし。それだけかい？働くってことは何なのかね。働くって何なんだろう。あれ、どうしたんですか？働くって何なんだろう。そりゃ働くってことはお給料をもらうってことですよ。給料がもらえなかったら俺たちは働かないのかな。そりゃやめますよね。何ですか？よし、頑張ろう。はぁ、何、よくわかんない。給料以上のものを得られるように頑張ろう。給料以上のものって何すか？働くって何なんだろう。何気ない問いは俺の頭に残った。そんなある日。すみません。はい、すぐ行きます。どうした？それがご発注？そうなんです、先月受注した機械が形違いで使い物にならないと。もちろん回収して新たに作り直すんですけど、納期が2ヶ月以上先になってしまって、先方がご立腹で。いや、そりゃ怒るよ。半年前に初めて大型契約が取れたと喜んでいたのは覚えていた。初めての取引先だけど、とてもいい条件で契約にこぎつけて俺も嬉しかった。だがどこかで歯車が狂っていたのだろう。お腹痛くなってきた。でも行かなきゃ。俺が行くよ。え？なんとかならないか話してくるから待ってて。下田さん！この時俺は何も考えていなかった。ただそいつのことを助けてやりたい一心で会社を飛び出して取引先に向かった。でも結果は変わらず、契約の破棄と損害賠償請求を突きつけられ、会社に戻るしかなかった。こっちのミスなんだから当然か。世の中そんなに甘くないよな。おい、どういうことだこれ。自分のミスです、申し訳ありません。せっかくの大口の取引がパーじゃないか。次の話も来てたのにどうするつもりだよ。申し訳ありません。謝ってどうにかなるなら取り返してこいよ。俺はなんとかならないかと社内を奔走したけれど、無駄だった。なこと言われても計画があるからさ、材料だって計画して仕入れてるんだし。そこをなんとか。こっちも忙しいんだよ。ミスしたのはお前だろと誰も助けてくれない。同じ会社の仲間だと思ってたのに、こんなにも冷たいのかと悲しくなった。仕方ないか、もうこれ以上手の打ちようがない。課長にもありのままを報告しよう。なんだ？いや、クマさんにそう言われちゃったらな。だろう。だからさ、ここ一つなんとかさ。もう、わかりましたよ。じゃあ、それで手を打ちましょう。よっしゃ、決まりだ。え？おじさん？おお、元気かよ。ああ、いや、何してるんですか？何って、商談さ。商談？ああ、下田さん、ちょっとこれ。はい。会長さん出してくるなんてずるいじゃない。この間のご発注のこと今話をして、正規品が届くまでレンタル品をお借りすることで決着したから、詳しい話はまた来週ね。え？それって、だからこの間の損害賠償とかはなしにするから。わかった？何がなんだかわからなかった。わからないことだらけだ。一体どうなってるんだ？これは一体。まあ、気にすんなよ。じゃあ俺はこの辺で。会長、この度はありがとうございます。
おじさんが会長？今回の件は会長自らが取引先と交渉し解決してくれたとのことだった。熊野会長は顔が広くとても社交的で、幾多のトラブルを見事に解決してきた武勇伝の持ち主だと後から知った。そしてそれがあのワンカップおじさんだったということも。僕らはみんな生きているってか。あのお、お兄ちゃん、先日は大変失礼いたしました。会長なんて知らなくて不勉強ですみません。何のことだよ。会長のおかげで自分も後輩もお咎めなしで取引先といい関係を続けることができそうです。本当にありがとうございます。俺は知らないよ。自分の頑張りだろうよ。あの、それで俺考えたんです、働くってことの意味。働くことを通して誰かの役に立てたらいいなって。普通なんですけど、誰かを笑顔にしたり助けたり、働くことを通してそういうことをしていきたいなと思いました。いいね。はい。そしていつかは会長のようにかっこいい男になりたいです。そいつはろくでもねえや。昼間からワンカップ片手にプラプラしてても決めるときは決める男、そんな背中に密かな憧れを持つようになったのだった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。